フラインとか来てくれるんや、ヒルさん。うん、なんかヘンリーと俺とオジジとでご飯とあモーニング行った時にニルさんもモーニングモーニングモーニングです。優雅すぎん優雅すぎん。いやね。ボドがモーニングって言うんだ単語。モーニング言うんだ。いや朝飯やと思った。朝飯でしょ。朝飯でしょ。いやいやモーニングでしょ。モーニングちょっと起動。だってこの前もね、土井さんと俺とマザーでモーニング来てたモーニングメンツじゃなくない？本当に申し訳ないけど飯じゃない、もうモーニング飯行こうやん飯行こうやんマザーさんオールでモーニング来たからねモーニングじゃないやんで、モーニングでステーキ頼んでたからざわつくよ、店内がやばい、マックス鈴木やん、マジでマックス鈴木来たってなるやんモーニングそう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 、まあ初動ファイトないしな。え、びっくりした。で、そういう、だから今油断してたんじゃない？今閉まったんじゃない？このネタったダルすぎ、普通に今閉まったんじゃないだからガッツダルすぎまし俺モーニングの雑談が始まった時からちょっとあれ眉間にしちゃ寄ってたよ。ああ真剣じゃないなっていうだからそこで今閉まってほしかった。笑わんじゃないなって。そう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 。でも話題はあるからね話題は話題なしはえぐい。話題なしは笑いなしってマジで雰囲気悪いから笑いなしで話題なしは本当にもう二度とエイペックス聞いたかもしれない。プロのスクリームやってモーニングってでもおでボドはよん朝寝てくれせめて俺朝寝顔やね。夜寝てるって。朝寝顔や。いやでも違う、俺5時に寝ても9時とか10時半とかには起きるから朝の6時とかでも明るい時に起きんだ。ジジイもう50にもなって寝れんじゃん。なるほどね。またモーニング行こうや。行きたいね、モーニングね。土井さんが連れてってくれるモーニングがもうなんかホテルのモーニングが朝から5000円もするからな絶対土井さん金はいらない。土井さんは金はいらない金はいらない人なの。もうもう過ぎたんじゃない貯蓄の概念はないよあの人。